あなたは一つの物語の終わりに立ち会ったことがあるだろうか。相模大野。僕は約20年ほど前からこの町と生きている。その町にあった一つのデパート、伊勢丹相模原店。かつて米軍の医療センターがあったというその土地は、1981年に日本に返還。デパート、ホール、市民施設などが合わさった新たな複合型施設が建設された。そしてバブルが崩壊した1990年に開業。石造りの芸術的な構造のビルに、ハイエンドな品物を多く取り扱いながら、地域の発展に貢献する地道な活動で、この場所は地元住民の心の拠り所となっていった。しかし、時代が進むにつれ、百貨店の需要は年々下がっていった。度重なる消費税の増税、低価格帯のファッションブランドの台頭、さらに、駅前周辺の再開発により、駅から距離のある百貨店での買い物需要は激減していった。そして、2019年9月30日、伊勢丹相模原店は、惜しまれつつも29年の歴史に幕を下ろした。あれから2年、世界は未知のウイルスと戦いながら生きていくという新たな道を歩んでいる。道半ばで姿を消した伊勢丹相模原店。その跡地からは象徴的な建造物は跡形もなく解体された。市民の通路としても機能していた百貨店の入り口は完全に閉鎖。人々は向こう側に行くために大きく迂回を余儀なくされている。かつて多くの人々が集い、行き交い、町の発展にも大きく貢献していたこの場所は、果たしていつになったら新たな姿となって生まれ変わるのであろうか。待てない。僕はもうこれ以上待てない。そこで絵描き屋は考えた。一旦元に戻そう。もう一度伊勢丹を建ててしまおう。お絵描きの力で。それは単なるノスタルジックな衝動ではない。来るべき未来のその日まで、この場所にあの頃のエネルギーを湧き上がらせておきたい。そんな心の衝動である。僕は僕ができることを、ただただ、やるだけだ。
あなたも一つの物語の終わりに立ち会ったことがあるだろう。時は未来に向かってひたすら歩き続ける。その道を振り返り戻ることはできない。ただ時々思い出して手を振ってみよう。きっと未来に向けて歩く僕らの背中を押してくれるはず。やがてここに伊勢丹を超えるものが作られて、人々がまた集い行き交い、心を豊かにできる場所となるだろう。また会おう友よ、その来るべき未来で。